ほうさん。いやほうさんね、完全を求めない、これ大事ですね。でもこれね、いい、これをねアウトプットした方がいいと思いますよ。この例え話めちゃめちゃ良かったですね。ラーメン屋を経営で例えると、ラーメン屋を始める前にスープ作りにこだわりすぎて回転ができない状態になってる。これめちゃくちゃいい例え話だと思います。これで発信すればいいんじゃないですか。これめっちゃ良かったですね。これちょっとパクらせてもらいますよ、そのうち。ラーメン屋で例えると、ほんとそうだと思います。だから自分でこれを客観的に分析して例え話までできるんで、もうどん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 発信するべきですよ。だから YouTube もやるべきですよ。だから今 YouTube をやらないっていう人はセンスがなさすぎるなと思いますよ。もうほんとこれからですから、マジで 5G これからなるの分かってるし、絶対動画の時代なんてか誰が見ても分かるじゃないですか。誰が見ても分かるんで、しかも YouTube の歴史を僕はお話しすると、もう完全に本当にアクセス YouTube に間違いなく来てますから、バカバカ来てます。だから今は本当にコンテンツが本当に多種多様になって、大人のコンテンツ、大人が見ても面白いコンテンツが増えてきたんで、もうぐわー来てます。それは昔は子供向けのコンテンツ結構多かったですけど、今はもうすごいんで。だからジェット大輔さんっていう YouTuber の方いるんですけど、この方のチャンネルの内容が一番分かりやすいですね。最初ジェット大輔さんは子供向けのやつやってたんですよ、トミカのレールとか。だけど今は大人向けの一眼レフの自分の好きなやつしかやってないんですよ。昔トミカやってたんですよ、子供向けの。ジェット大輔でなんかサングラスかけたりとかして、トミカの。今全くやってないですからね、もう自分の好きなこと、もう一眼レフめっちゃ好きやねんみたいな、一眼レフのやつしかやってないですからで、それでなんで通るのかっていうと、視聴者が大人が増えてきたからですよね。でさらに言うと、まあ、一眼レフのブームもあるんで、その企業案件とかも今あるんで、企業案件でね結構やってますけど、はい、そう、頑張っていきましょう。もう YouTube もガンガンやっていきましょう。もうノー編集でいいです。もう iPhone でもうこれで、もう動画これで撮れますから、ピッて、これで顔だ、これで一緒、これで動画撮れるんで、ノー編集。だから、まあ、結局最初見られないですからね。だからこれ最近そのドリームアカデミー入った人の中で質問いただいたんですけど、編集した方がいいですか、しない方がいいですかみたいな。私はなんかどうせやるんだったら編集したいんですけどみたいな来たんですけど、いや最初見られないですよみたいな。編集してももちろんいいですし、編集しなくてもどちらでもいいですよと。いずれにせよ最初は見られないですよと。だから見られるようになったから改善すればいいじゃないですか。ぶっちゃけ YouTube なんていうのはタイトルの SEO とカスタムサムネイルですから、もうほんとこれです。だってなぜならばクリックしないと動画の内容わかんないんで。いやクリックする前から視聴者が動画の内容のクオリティを知ってるんだったら、読み止めるんだったら、それは動画のクオリティ大事かもしれないですけど、クリックする前はわかんないんで。だからカスタムサムネイルと、だから DAIGO さんなんかそうですよ。 DAIGO さんなんかカスタムサムネイルはいじってますけど、全部スマホでやってますからね。全部スマホです、 DAIGO さん、メンタリスト DAIGO さん、全部スマホです。でもカスタムサムネイルいじってます。あとタイトル選定もうまいですけど、そんな感じですかね。はい、あとはまあ初心者がどれだけ編集しても毛が生えた程度で、何のそのあんま大した変わらないのかなっていう。別にハリウッド映画並みの編集なんかできないし、ハリウッド映画並みの機材持ってないし、テレビ局1000万ぐらいの機材で、カメラで1000万ぐらい、機材なんです、あれ。そんなのもないし、はい、無理ですそもそも。だから諦めるってことも大事かなと思いますけどね。はい、ということで頑張っていきましょう。ありがとうございます。